海の氷結、それを繰り返して霧を作る。こんな風に力を使うとは。鉄王国にいた頃、諸国の警戒を逃れるためにいつもやらされていたことだから平気。そうは見えない。あの地に潜り込める機会なんてもう二度と来ないかもしれない。だから打てる手は全て打たないと。わかった。見えたわ、鉄王国のマザークリスタル。ドレイクブレス。激しい海流に岩礁、それに加えてエーテル溜まり、さながら天然の砦だな。でもここは島の裏側、この小舟一艘ならまず気づかれないと思うわ。クリスタル神殿は山の中よ。このまま山道を登っていけば裏門から中に入れるはず。よし、行こう。それにしてもこの島を歩く日が来るとは。昔はロザリアの聖地だった。ずいぶん前に鉄王国に支配されたがな。あなたに会うまで私はずっとここにいたの。だから少しは案内できると思う。この道はエーテル溜まりができてから警備もないわ。潜入にはもってこいか。私がいた時よりエーテル溜まりが広がってる。厄介だわ。早く倒しましょう。心配ないわ。
この先に庭園があったはず。そこから山の中に。荒れてるなんてひどいわね。待て、
クライブ。ああ、熱で溶けた岩が流れ続けているから。でも前より激しくなってる。これはまた地揺れだ。さっきより大きくなってる。何が変だ。走れ、トルガル。
散る。神殿が近いわ。魔物がどうして？こいつが暴れたせいで火山が活発になったのか。フレイムリザードは滅多なことでは暴れない。ともかく今はこいつを倒す。
大丈夫よ。ありがとう。今の戦いで兵士たちに嗅ぎつけられないといいが。あそこから大聖堂に入れる。神殿につながってるわ。早く行きましょう。干からびる前にね。そうだな。神殿に勤める従者たちの居住区よ。ここから人が多くなるわ。見つかって騒ぎにならなければいいが。ええ、でもあの人に会えれば切り抜けられるはず。あれ、おばさま、私よ。そんなあんた、ジル、ジルなのかい？ええ、おばさま。ここではいけない。こっちへ。それにしてもよく無事でいたもんだ。おばさまも。なんてバカな娘だろう。どうして戻ってきたんだい。せっかく自由になったってのに。ごめんなさい、おばさま。
でも私にはどうしてもやらなければならないことがあるの。教えて、大司祭はどこに。今この時間なら祈りを捧げているはずだけど。まだあんな儀式は。クライベン、私の目的もクリスタル神殿よ。行きましょう。おば様、今すぐこの島から逃げてください。あんたまさか。エレラク・ノール。ジル、来たぞ。おいで。ここから出ていけば神殿まではすぐだ。さあ早くお行け。おば様、これまでずっと面倒を見てくれて本当にありがとう。さようならマーレイ。おば様、あなたへの恩は忘れません。どうかいつまでもお元気で。ジル、いいね。あんたこそ絶対に死ぬんじゃないよ。行きましょう。神殿まで突っ切る。ああ。鉄王国の警備兵か。邪魔する奴は容赦しない。いやどきなさい。ガルーダ、違うだ。
大司祭イムラン、あの男は教えを隠れみのに外道の限りを尽くした。奴だけは必ず私がこの手で。ああ、分かってる。君の過去に決着をつけるんだ。残すはこれだけ。このまま押し切れ。あれか。Thank you.
様は芝のドミナント。死に損ないが許しでも恋に来たか。私はこれまであなたに従い戦ってきた。すべては私と同じようにさらわれてきた娘たちを守るため。でもあなたは何をした？私の目の前で彼女たちを手ごめにして殺した。ゲスがエーテルに毒された魂は清められねばならん。あれはジョーカー、魂の救済。そうとも、すべてはクリスタルの導きなのだ。わきまえよ、卑しき獣め。貴様のように汚れた血はこの神殿への立ち入りすら許されるということを忘れたか。そうね、私は獣だった。この血はきっと誰よりも汚れている。考えることをやめ、心を捨てて、あなたのような悪魔に手を下すこともしなかったのだから。これは私の後悔。でも私はもう二度と獣にはならない。獣を生み出す悪魔も野放しにしない。獣ごときが主人である私に歯向かうつもりか。所詮はドミナント、エーテルに蝕まれた不浄の存在よ。なんとおるかな。この身が不浄というのならば、大司祭イムラン、お前はそれ以下の存在だ。私はここで因果を断つ。その汚れた血の前に膝を折るがいい。殺せ。なぜ権限できない？頼む、せめて力を。
来い。ダメ。Thank you.
アイブ、コアを。もうすぐ消滅するわ。なんだと？貴様、貴様、自分が何をしたのか分かっているのか？ええ、分かってる。だって私は汚れた血を持つ悪党なんだから。クリスタルをあがめるのはもう終わり。終わったな。なんとか。体の痛みはどうだ？少しだけ。無茶をするなと言っただろう。心配かけてごめんなさい。でもこうでもしないと私は胸を張ってあなたの隣にいることができないから。クライブ見て。なぜフェニックスゲートと同じものが。長くはない、脱出しよう。ええ、ジル、どんなことがあっても胸を張って生きていくんだよ。ジョシュア様、こちらへ。
あ、違う。何かお薬を。親切にありがとう、お嬢さん。でも私は大丈夫だから、あなたの気持ちだけいただいておくよ。そうですか。ではお大事に。今一瞬わずかに兄さんを感じたよ。まさか。アルテマの意志が兄さんに近づいたんだ。この5年動きがなかったというのに、封印が弱まっているのか。ジョシュア様、君の手が汚れてしまう。難民たち、彼らも行き先は同じだろうか。仕事と食事を求めてクリスタル自治領へ向かっているのでしょう。黒の一帯の広がりとともに難民は増える一方、さらにダルメキア軍が動いてからは交易も制限されています。しかしジョシュア様はなぜ自治領へ。リオン・ルサージュに会う。ではザンブレクの王子に謁見を。武勇誉れ高き青龍騎士にしてオーディンと並び最強と謳われるバハムートのドミナント、子供の時に一度だけ会った。噂に聞こえる彼の人徳はあの頃から続けた努力の賜物だろう。ですが我々の話に耳を傾けてくださるのでしょうか。世界はゆっくりと混乱に満ちていっている。ザンブレクも例外じゃない。この混乱の陰に奴のアルテマの存在を感じるんだ。僕が思っているままの彼なら、ルサージュ教ならきっと何かに気づいているはず。マザークリスタルが失われ、約束された繁栄は揺らぎ、黄昏が世界を包む。クリスタルの加護の下で生きるのは仮初めであれ幸福だ。だがそれは自らを檻に閉じ込めるのと変わらない。一方で加護を離れて生きるのは苦難の道。でもそれは同時に僕たちが自由を手にするということ。人が生きていく上で必要なのは加護という名の呪縛か、混沌という名の自由か。僕にはまだ答えがわからないよね、兄さん。ジョルジョ様、ダルメキアを迂回しましょう。多少遠回りになったとしても休みながら進むべきです。お体を大切になさいませんと、大義をなすためにも。わかった、そうする。行こう。
陸軍の奴らに未だ自治領に入ることすらできんとは何をやってるのか。ザンブレクの守りが想像以上に固く手こずっておるのだ。貴様ら海軍も少しは役に立ってみせろ。クリスタル自治領を我が物にしようとは忌々しいザンブレクめ。だがこの被害では撤退も考えねばなるまい。戦から遠のくほど判断もできなくなる。連中が手強いのは地の利を生かしているからだ。自治領の特異な構造をな。それに加えて奴らが蓄えている食料は数年分、持久戦でもこちらは分が悪い。さてご列席のおいら方、後先考えずに始めた戦の戦況には満足かね。軍は疲弊し、補給すらままならんじゃないか。貴公が戦場に赴けば、事態は早々片付くのでは？もし俺が出れば、奴らもドミナントを出す。タイタンとバハムートによる召喚獣合戦だ。自治領解放の戦で島ごと沈めてもいいのなら望み通りにするが。そこまで言うなら相談役としての妙案を聞かせていただきたい。まさか侵攻後アナベラ。まさか。なぜここにいるんだ。一体どういうことだ。クプカ卿、これはどういうことか。無能どもめ、祭り事とは常にこうやって手を打っておくものだ。しかし、評議員どもの面は滑稽だった。ここにあんたが来るとは思いもしなかっただろう。なあ、アナベラさんよ。かくいう俺も、あんたの姿を見るまで誘いに乗ってくれると思わなかったがね。クライブ・ロズフィールド、滞在人シドの正体がまさかあんたの息子だったとはな。さぞ驚いたのでは。さて一体何のことだか。罪人の知り合いなどおりません。産んだ覚えもない。私はただオリビエ皇太子殿下に付き従い、このくだらぬ戦を終わらせるために参ったまで。まあいい、あんたの承諾さえ得られるなら十分さ。シドは愛するベネディクタの仇、必ず血祭りにあげてやる。俺の手で確実に。そうすりゃあんたに残った汚点も消える。ようやく枕を高くして眠れるってわけだ。その代わりザンブレクの方の舵取りは任せたぜ。親愛なる信仰豪様。女一人のためによくやるものよ。ドミナントといえどやはり下船の血が流れていては哀れで
醜く愚かなこと。もうすぐですからね、オリビエ、私の可愛い坊や。もうすぐザンブレク公国はあなたのものに。正当なる第一皇位継承者として、あなたがザンブレク信仰の座につくの。そして全てが潰し合った先、新しい世界はあなたのものになるのです。ジルの具合は大丈夫だといいが。聞いたぜ。人の世のためと聖地飽きて、儚いの果てに来たる雪どけ。フーゴの士兵たち、近頃…クライブ、戻ったか。ドレイクブレスの破壊は守備よく行ったみたいだな。二人とも無事で本当に良かったよ。いい状態とは言えないわね。少しは自分をいたわりなさい。ありがとう。気をつける。石化が進んでる。気にかけてあげて。辛かったら言ってくれ。無理はするな。これくらい平気よ。君の負担を減らしたいのに。あなたは十分に戦ってる。それに応えたいの。みんなだって同じ思いよ。私だけじゃないわ。それとも私たちじゃ頼りにならないっていうこと？いや、そういうつもりじゃ。悪かったよ。クライブ！クライブ！こちら。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイクファング守備隊の一部、フーゴクプカの士兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴクプカに今のシドがお前だと知れたんだろう。
まさかクライブをおびき寄せるために。どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろう。本気で言ってるの？これまでのとは訳が違うのよ。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴ・クプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。ロザリスへは私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないもの。フーゴがロザリスを襲ったのはお前への挑発だ。返り討ちにしてやろうぜ。おかえりクライブ。必要なものがあったらバンさんのところで買ってって。何かあれば我らもすぐロザリスへ向かう。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してある。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。上がってきた報告は全てビビアンに回してやる。いや、来ると思ってたよ。早速講義を。ほう、これは私の講義史上最多の生徒数だ。ことがことだ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる？そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその牽制を振るい、国家の要衝ドレイクファングを掌握。その結果、ドレイクファング守備隊はあっという間に買収され、フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通り、ロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領で、ダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折、ドレイクブレスの消滅によって
鉄王国は大陸進出の拠点を失陥。つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な海路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルデはどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴクプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは、残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンドシッチを抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや、今回は君も同行するのか？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。